地震光とは、テクトニクスの力、地震活動、火山噴火が起きている地域もしくはその近くの空に現れると言われる光の大気現象である。怪奇主義者は、この現象の理解が不十分であり、報告された目撃情報の多くが平凡な説明により、説明できてしまうと指摘している。地震が発生している間に、光が現れると報告されているが、 1975年のカラパナ地震に関する報告書のように地震の前後に光の報告があるものもある。これらは白から青みを帯びた色で、形はオーロラに似ていると報告されているが、時折もっと広い色スペクトルを有すると報告されている。光は数秒間見ることができると報告されているが、数十分続くとも報告されている。 新王から見ることができる距離も様々であり、1930年の北伊豆地震では、新王から最大 110km の場所で、光が報告された。2008年の四川王地震では、新王から北東を約 400km に位置する天水市で、地震光が報告されている。2003年のメキシコのコリマ地震では、地震が起こっている間に空に、カラフルな光が見られた。 2007年のペルー地震では、海上の空で光が見られ、多くの人々により撮影された。この現象は2009年のラクイラ地震や2010年のチリ地震でも観察され、フィルムに収められている。2011年4月9日の桜島の噴火の際にも、これがビデオ映像として記録されている。1888年9月1日に起きた。 ニュージーランドのアムリ地震でも報告されており、この時光はリフトンで9月1日の朝に観察され、9月8日に再び観察された。この現象のビデオに記録された最近の出現は2014年8月24日にカリフォルニア州その間郡、2016年11月14日にニュージーランドのウェディントンで雷のような青い閃光が夜空に見られた。 2017年9月8日、チアパス州のピヒヘアパン近くで起きた発展にマグニチュードの地震で740キロメートル離れたメキシコシティで多くの人がこの現象を目撃したことが報告されている。地震光の出現はマグニチュード5以上の高いマグニチュードの際に発生すると思われる。また、地震が起こる前に黄色の玉状の光が現れている。 地震口は出現時刻に基づいて二つの異なるグループに分類することができ、一般に地震枚数秒から数週間に発生するプレシーズミックイークル、信号付近もしくは地震破裂の通過中、特に S 波の通過中の信号から離れたところに発生するコシーズミックイークルがある。より低いマグニチュードの余震のイークルは珍しいと思われる。沈み込み体環境における 作り山構造環境でのプレート管内の成功電波の簡易モデル。垂直方向は明確化のため誇張されている。は、成功。e は、電子地震交の研究は進行中であり、このようにいくつかのメカニズムが提案されている。成功モデルはその一つである。いくつかのモデルでは、地震前、地震時に高い応力がかかり、いくつかの種類の岩石のペルオキシ結合が破壊される。 ことにより起こる酸素が酸素インオンになるイオン化がイークルの生成に関与していることが示唆されている。イオン化の後、イオンは岩石中の亀裂を通り上に上がる。一度それらが大気に達すると空気のポケットをイオン化して光を放射するプラズマを形成する。実験室での実験では高い応力レベルが印加された際に岩石中の酸素が オン化することが確認されている。研究は、断層の角度が地震光発生の可能性に関係あることを示唆しており、地震光が多く発生する、裂け目の環境では、複垂直断層がある。一つの仮説では、石英を含む岩石の地殻運動により、圧電的に作られた強い電場を伴うものもある。もう一つ考えられる説明は、近く応力の領域における地球の磁場及び、 また、電離層の局所破壊であり、これの結果として抵抗度及び大きな気圧における、電離層放射再結合もしくは、オーロラとして観測される無労効,効果が生じる。しかし、この効果は、すべての地震において、はっきりせず、明確に観察されておらず、いまだ実験的には直接実証されていない。アメリカ物理学会の2014年3月大会では、地震の際に明るい、 光が現れることがある理由に可能な説明を与えるための研究が行われた。研究によると同じ材料の2層がお互いに擦れ合うと電圧が発生すると述べている。調査を行ったラトガーズ大学のトロイ・シンブロット教授は地球の地殻をぎすために異なる種類の穀物を用いて実験を行い地震発生をエミュレートした。穀物が開いたき。 正の電圧スパイクを測定し、閉じた時に、負の電圧スパイクを測定したこの亀裂により、電圧が空気中に放出され、空気中に電圧が陰化、空気が帯電し明るい電気光が生成される。行われた研究によると、この電圧スパイクは行われたすべての材料で毎回、生成された。 この事象の理由は明らかになっていないが、トロイ・シンブローット教授は摩擦発光という現象を参照した。研究者たちはこの現象の根底に達することで、地震学者が地震をより予測できるようにするための情報を多く提供できることを望んでいる。ブライアン・ダニングによると、研究者たちは地震後の確認された観測がないことを心配する必要がある。 それらが起こった時や場所に一貫性がないのは危険である。それが一つで基地で証明された現象ではない可能性がある。しかし YouTube のようなサイトが現れてからかなりの量のビデオ映像が上がっている。ただし一貫性のある説明はなされていない。驚異的な量の文献がある。これらの論文のほとんどは合意点がない。 私はこれらの熱心な研究者のうちナンピトが、ハイマンの提言名法、説明するものがあると確信を持つまで、何かを説明しようとする名を知っているのかと疑問に思わざるを得ない。ダニングの最終的な結論は、ちゃんとした証拠が保留になるまで自信公の主張に対しては、会議的である。ロバート・シェイファーは、多くの会議主義者と科学ブロガーが、 主張のソースを調べたり光とは何かについての基礎研究をしたりせずに地震光を本当の現象として受け入れていることに驚いたと書いている。彼のブログバット U4 で人々が地震光であると主張するものの例が示されており次に同じように見える彩雲の写真を示している。彼は地震光がどのように変化するかは実に注目すべきことです。字には 小さな球体で山を登っているように見え、時に稲妻のように見えます。災運のように見える時もあります。地震行はあなたが熱心に証拠を求めている時、全く同じように見えてしまうかもしれないと述べている。シャロンヒルは地震行には科学がなく十分な研究がなされていないと書いている。べての地震が同じではなく、拡大と圧縮断層が地表面下と同様に、 地表面上で異なる挙動を生じさせる可能性があると述べている。彼女は会議主義者がなぜこの信頼性がなく再現性がなく不十分な説明のために起こるかもしれないことを確認するのに消極的であるのかを理解している。また可能性としては強い地震が電気配線を壊し変圧器を爆発させているというものがある。 地震に関する電気信号の研究が増えれば、この現象をより深い理解が得られるだろう。ありがとうございます。